何、リョウ、もっとお話しする？村には車もバイクもないんだな。うん。遠くへ行くときは大変だな。そうね。老海山の船着き場まで歩くしかない。でも車がなくて困ったことはないわ。そんなに急いでどこかへ行きたがる人なんて村にはいない。でも大きな荷物があるときは大変じゃないのか？荷物なら大丈夫。牛が運んでくれるから。牛か。牛なら荷物を背中に乗せて山道でも歩いていけるでしょ。そうか。歩くのが疲れたら背中に乗ることもできるし。そうか。それに牛ならお腹が減っても道端の草を食べれば大丈夫。そうか。牛って案外便利だな。ねえ、リョウ、もっとリョウのこと聞かせて。ああ、なんだ。リョウは町では車に乗っていたの？車よりもバイクに乗っていたな。と言っても俺のじゃないけど。じゃあ誰の？友達がバイクを持っていてそれを借りたんだ。そうなの。ねえ、リョウ。なんだ。バイクって二人で乗るんでしょ？え？ああ、二人でも乗れるな。リョウは誰と一緒に乗ってたの？え？シェンファ、どうしてそんなことを？ちょっと前にバクイ姉さんが言ってたから。町では男の人が女の人をバイクに乗せて景色のいいところへ行くんだって。いや、それはちょっと違うと思う。違うの？ああ、バイクには一人で乗る人もたくさんいるしな。そうなんだ。違うの？ああ。